単体では分からなくても全体で見たときに見えてくるものがあります。例えば文部科学省、最近数々の不祥事が露見しております。直近最も耳目を集めたのが、裏口入学、てめんとこのお坊ちゃんを医学部に入れたいがために補助金にまつわるこういろいろなサジェスションを与えた、まあ、端的に言うと優遇した、これが、利益供与に当たるのかどうか、まあ、収賄罪に当たるのかどうかというところが今問われております。一応容疑者は否定をしておりますが、大学側の方はこのお坊ちゃまに10点あげたとか言っております。そしてこの捜査のつながりで、露呈したのが飲食接待疑惑。一説によるとですね、150万円ぐらいの飲食を、この裏口入学の口利きをしたのではないかと言われているブローカーから、ゴチになっていた。150万なんてどれだけ牛丼食べられるのかとかね、そういうせこい話はしちゃダメで、あの銀座の高級店とか行けば150万なんて、まあ、一瞬とは言いませんけれどすぐなくなるという話でございます。さらに7月31日の読売新聞、文科省職員770万円着服ですって。これは出向先の京都教育大学で教育講演会費というものを着服し、さらに戻って、文科省に戻ってからも横領を続けたという豪のもの。しかもその使用目的がスマホゲームの課金支払いで、さらにこの職員40歳代課長補佐級の40歳代の職員だそうです。これら3社に共通するのはてめえの利益、私腹を肥やすため、自分の利益のための犯罪なんですよ。まあ、犯罪なんて多から少なかれ自己利益のためとはいえ、ここまで見事に自分に甘い人たちが文部科学行政に携わっている疑惑だらけで、今話題の日本ボクシング連盟ってもともと文部科学省の所管なんです。でここの会長さんがですね、独裁者のように振る舞っているとか、お泊まりはスイートで、お水は20本用意してなきゃいけなくて、ジョニクロとか乾パンとかこう用意しとくリストがあったとか、でこれないと不機嫌になっちゃう。さらにはご当地のお土産並べとかないともうプンプンだよって。で補助金不正流用疑惑が持ち上がり、せこいのがコーチに支払われる日当もピンハネしていたとか、さらには競技そのもの、まあ、ボクシング競技そのものへの介入もあったとか。これが元文部科学省所管、あくまで参考値推測値ながら、所管官庁がですね、みんな自分の利益、ね、自己利益の追求に忙しい人たちだった時に、お役人様やってんだったら俺たちやってもいいよねって、あるいはそこから何かこうつぶつぶの癒着が、ね、まあ、これはあくまで推測です。こうした直近の文部科学省絡みの事件を見ていて共通するのが、てめえの利益、自分が儲かればいいんじゃねえ的な発想。もちろん推定無罪の原則から確定はしていませんが、そんな構図が見えてくる。そしてビーチ前川、前川喜平元文部科学次官、彼が文科次官を辞めることになった理由というのは、天下りで、しかも下の部下がやったことをの責任を取ってではなく、彼自身が積極的に天下りにこう、ね、絡んでいたことがもう捜査から明らかになっています。つまりトップが天下りを指揮していたということは、省ぐるみで天下りをやっていた。ビーチ前川さんが行政が歪められたなんて言ってましたが、何を言ってんだって話で、文部科学省を省ぐるみで行政を歪めていった。自分たちの利益になる天下りのために行政を歪めていた疑惑は超深まったということ。そして自分たちの利益にだけ動く、自分たちの利益にとても甘い人たちに省の改革なんかできない、改善なんかできない、よって、文科省を解体、文科省は解体するしかないかなという結論に至る今日この頃でございます。と文科省の仮説を立てたのは、とある思考実験の実は流れ玉、
起きている現象をもとに、仮説を立てる、いわゆる解析というものをやっている中で、文科省のニュースをですね、こう見ていると、ああ、そういうことじゃねっていうふうになった。で、その思考実験とは、月末月賞おなじみとなりました、月刊正論ネットバスターズ。もう今回は、メルマガ版ですね。これのテーマが、宮脇チャンネルが、カッコ仮になった理由。はい、いわゆるバーン案件をですね、以前動画でもそこのなんでこんなことが起こってるのかなっていうことを解説しましたが、その後起こった事件あるいは得た情報、もっと言うと、まあ、こんな人たちが百歩いて告白してくれているネタから、新しい仮説を立てております。でこれぶち込みすぎちゃったんで、本来メルマガ版は毎週毎週それぞれの有識者が出てこうね寄稿する形になってるんですけど、今回私前後編になっています。でこうやって言うこと自体がもしかしたらバーンになるのかなという、そしてまあねこうちょっとセットを変えてみたのも、そのバーンになる可能性があるかなかなかなと。でこれについてはまたいずれ、何かの機会にバーンされなければお話ししたいなと思っております。ご視聴いただきありがとうございました。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。そして今回も最後に、ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが打って、バカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。